はい、筋トレ終わりました。今宿まで歩いて帰ってます。で、まあ、ボラカイトめっちゃ最高でした。また来たいなってめちゃくちゃ思います。ただちょっと一個めっちゃ思ったんが、もっといい宿泊まりたかったし、もっといろんなことやりたかったんですよ。でもやっぱお金がもったいないなって、お金ないから諦めたことって結構あるんですよね。それがやっぱ悔しくて、やっぱもっとお金稼がなあかんなってめちゃくちゃ思いました。なのでお金を稼ぎたいです。で、お金稼ぐってどれぐらい稼ぐかっていうと、僕目標を置いてて2019年の12月、今年の末までに副業で月100万稼ぐ、これを目標にしてます。自分を追い込んで、じゃあさらに上を目指したいです。ほんでもっと多くの人のきっかけになれるように頑張りたいです。おはようございます。木曜日行ってきます。はい、帰ってきました。今日も最高の一日でした。はい、行ってきます。またもビートルズを聞いた、セックスピストルズを聞いた、誰かが以前と違うんだ。はい、帰ってきました。今日も最高の一日します。行ってきます。はい、帰ってきました。すべての人に可能性があるんで、あの時のあの曲がさ、遠くで近くですぐそばで叫んでいる、遠くで見てくれ、あの時の僕のまま、初めて気がついたあの時の操作衝撃を僕にいつまでもいつまでもいつまでも、もっともっともっと、はい、僕もくれよ、そうさ、もっと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 くれよ、遠くにいる君目がけて吐き出すんだ、遠くで近くですぐそばで叫んでやる、最近の曲なんかもクソみたいな曲だらけさ、やりてえことを君は言う、会話を僕の中でいつか10代ジャズロックンロール、5代に聞いたらいいなと僕はちょっと思いました。イメージはワンツーゴルビー、いきます、ワンツースリーゴルビー。